演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーの牛乳パックコーヒーゼリーを食べたいと思います。コーヒーか、これは甘さ控えめ系なのかな。最後まで食べきれるかな。いただきます。他にもいろいろあるみたいなんですけど、近くの業務スーパーには今までの4種類しかないんですよね。コーヒーゼリーなので甘さは控えめなんですけど、かといってそこまで苦い苦いっていうのでもなく、大人でも子供でも程よく楽しめる甘さのバランス、良いバランスになっています。最後まであっさりいただくのもできましたしね。これならフレッシュなしでも十分美味しくいただけましたので、こちらのテイストさせていただきます。これにフレッシュ入れると結構溢れ出そうな気がしますね。やっぱりさっぱりはいいですね、コーヒーは。ではカザハナが薬になるなり根っこまで。確かにそういうカザハナと風、これが最大の癒しなのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。